今夜のライブはまずはジャックナイフのライブをお送りしたいと思います。マンスリーライブの第1回目、4月1日日清パワーステーションで行われたライブです。実は今日5月5日その第2回目が終わったところなんですが、ジャックナイフセカンドアルバムチャオ、いい仕上がりになっています。そんなアルバムの仕上がりを予感させるようなライブだと思います。ゆっくり楽しんでください。私たちは全部ルールで枯れ